どうも、ミッションの内容をあまり覚えていないニャンニャンクリーパーです。今回は、ドラギー友情の中に入りたいと思います。まあ、サンドリア国民ならもうここは馴染みの場所だと思うんですけど、他国民にとってはですね、あんまりクエストだけで通った感じで、はい、マップはこんなところで、なんか中庭にこう花とか植えられた綺麗な場所がありますよね。ちょっとそこ探してみたいと思いますが、いや他国民というかあんまり来ない場所なんで、全然どういう、ね、ルートになってんのか、入れるのか入れないのか、はい、扉がたぎれないので入れないところが多いかなというと、こっちでいいのかな。サンドリアはいろいろミッション的に、陰謀を渦巻く感じのストーリーでしたっけ。やったことがないんでわかんないんですけど、なんかそれっぽい感じで、ウィンダスはなんか魔法がどうのこうの過去からの何かそんな感じで、バストゥークは何ですかね、よくわかりません。一度ね、あの移籍してやってみたいかなとか思ったこともあるんですけど、移籍するならそれで一気にやらないとちょっとランクが低くて何かね不利になる部分がありましたから。中庭はここですね。なんかクエストでよく来た記憶があります。いやここは本当に迷いますよね。慣れてる人は全然問題ないんでしょうけれども、あとは地下に、監獄があって、そこからどっかロンホールに抜ける道もあったような気がしますが、いやなかなか覚えられないですね。結構 FF の攻略本とか定期的に買ってたんですよね。電撃とか、あのいろんな出版社あるかと思うんですけども、たまに何か攻略本出てそういうの買って読んだり、あとマップの解説とかもありますからね。ただそういう攻略本ってネットゲームには結構不向きですよね。次々にバージョンアップして内容が変わってしまうから、中古本としても使えないレベルになってしまう、そんなのが、まあ、ネットゲームの宿命ですからね。私も何冊か持ってますけども、まあ出た時はね、あの買って結構読んで、いい情報もあるし楽しく読んでました。あとファッション誌もありますよね。 FF のキャラクターの装備なんだっけ、ファッション本ですよ。はい、でこっちは地下に向かう道、監獄への道ですかね。なんとなく地下へ向かうってことは、いやー FF のファッション本は結構楽しかったですよ、見てるだけで。いろんな装備があるんだなーって。はい、監獄のエリア、音楽は特にないですね。ここも何だったかなー、何かクエストでは来てましたね。で結構監獄強い敵がいっぱいいた覚えがあります。前回か前々回の、前回の動画かな、青いたこ焼き倒しに行きましたね。さすがにソロではちょっと難しい NM だったんで、相方と一緒にやってました。 LS メンバーともやってたかな。とにかくあれだな、あのアンデッド属性の敵がいたと思いますし、はい、スニーク必須のエリアだったんで、一目と減ると襲われちゃいますからね。結構難しいエリアの一つですね。ただあんまりね、 NM 狙いで行ったぐらいなんで、そんなに頻繁に行くところではなかったと思います。あの光るの何でしょうね。
えてられない。すいません、復帰したら思い出すかもしれないですが、なんともかんともです。いやでも生き方がちょっとわからないですね。こっちなのかどうか。この歩いてる NPC もクエストか何かで話しかけたような気がします。ほんとクエストの数すごいですよね。だいたいクエストは一通りクリアしたはずなんですけれども、当時ですね、やってないクエストはないぐらい、まあそんな高難易度のものがあるわけじゃないですから。まあただあのね、ハイパーノートリアスモンスターそういうやつのクエってあったかな。まあそういうのはさすがにちょっと私には無理なんですけども、まあそれ以外の一般的にできるクエストは一通りやってましたね。はい、こんな感じですけれども、すいません、監獄のあのほら敵がいるエリアに行く道がどこだか分かりませんでした。どっか牢屋の中にあるのかな、それとも隠し扉、たぎれる扉があったのかもしれませんが、いやー、人の記憶ってそんなもんですね。はい、では城に戻りました。バギスタって今やってる人いるんですかね。私付き合いで一回だけやったことがあるんですけども、まあ面白いとは思いますけどね。おっと、クリル、クえ何でしたっけ、ちょっと名前が思い出せない、読めないというか、クリルラ、これ有名なNPC ですよね。一緒に戦ったかどうかちょっと覚えてないんですが、ちょこちょこ出てきましたよね。あ、で、バリスタの話に戻るんですが、まあ、付き合いでやったぐらいで、はい。そんなにはやってないんですけども。でも、その当時はバリスタ結構盛んだったと思いますよ。やってる人多かったし、まあ、周りは。はい。で、あの、リアルイベントでもバリスタってあったんですよね。そこに出るんだ、みたいな感じで。はい。どうだったんですか？どんな参加条件だったかわかんないですけど。またそのバリスタネタもいろいろあるんですけども、まあ今回は、はい、省略して。はい、じゃあ以上がドラギー友情及び監獄の、まあ、入り口までの散歩でした。以上、ニャンニャンクリバーでした。